グスタフ・フォン・シュモラーは、ドイツの経済学者。ドイツ経済学の新歴史学派の代表と、みなされている。ハイルブロンで、ビュルテンベルクの管理の子として生まれた。シュービンゲン大学では、国家学を学んだ。ハレ大学教授、シュトラースブルク大学教授、ベルリン大学教授を歴任した。1881年以後、シュモラー年報を、編集刊行。 アドルフ・ワグナー・ヤルヨ、ブレン・ターノと共に、ドイツ社会政策学会の創設にも尽力し、1890年から死去するまで会長を務めた。いわゆる講談社会主義者の代表的論者であり、晩年には、プロイセンのアカデミー会員や上院議員となり、1907年には、貴族となっている。シュモラーは、経済学を、経験科学、歴史的学問と見た。 永遠に有効である法則を否み、オーストリア学派の創始者、カールメンガーによって、経済理論の無視を批判された。こうした論争は、方法論争として有名となった。また、マックス・ウェーバーとの間では、価値判断論争を行った。個別的特殊研究と国家の役割を重視し、新歴史学派の中では、 右派のエー・ワグナーと左派のエルブレンターノの中間にあって、折衷的楽譜であった。1900年以降、シュモラアーは上下2巻の国民経済学概論を出版し、経済学会の巨匠として、ドイツの支配階層や寛解に大きな影響力を持っていた。ありがとうございます。